のね、角倉良医が今日は処刑された49人のために、建てられたお寺っていうのがあって、そこにちょっと行ってみたいと思います。東海道の終着点、京都三条大橋ですね。ここはね、罪人とかが処刑されて常時ね、こう晒し首が並んでたんじゃないかっていうようなね、そういう実は恐ろしい場所っていうね。で、今から行くお寺が、この橋を渡った向こう側にあるんですけど、木屋町三条のね、京都の繁華街、歓楽街の一角にね、あるお寺なんですね。三号が自習山、ね、浄土宗に属してるんですね、このお寺が。瑞泉寺っていう名前です。で、この三条大橋がかかってるね、この鴨川、っていうのは、江戸時代に治水工事が行われて、きれいにまっすぐ整備されてた、されてるんですけど、それ以前っていうのが結構こう蛇行して、ね、いくつも中州があったりとかして、幅の広い川だったっていうふうに言われてますね。で、今の河原町通りがかつての鴨川の河原であったっていうふうに言われてるぐらい、まあ、結構幅の広いそんな川なんですね。ちょっと鴨川の方に一回ちょっと降りてきましたけど、ね、この三条河原って言われているこの地域っていうのはね、結構いわくつきで、まあまあ数々の処刑だったりとか、まあ、有名なところで言うと石川五右衛門であったりとか、今日ちょっと訪ねてみるその瑞泉寺で、弔われている豊臣秀吉の甥、豊臣秀次、ね、その他49人を弔うための、まあ、寺というような形で、結構ここみんなね、観光だったりとか、なんかね、いろいろデートだったりとかいうので、こう訪れる人たちは多いんですけど、まあいわくつきのところですね。で、今から行く瑞泉寺っていうあたりも、もう鴨川の中州だったっていうふうに言われてますね。でね、その地でね、まあまあちょっとえぐい事件が起こるんですね。時はね、文禄4年、1595年7月8日、時の関白、豊臣秀次に謀反の疑いありっていうふうにしてね、伏見にいてる太閤秀吉のもとに出頭の命が下ったんですね。ところが伏見での対面がかなわずですね、秀次はね、停発するとね、そのまま高野山の方に行っちゃったんですね。まあ出家したというか、そういう形で行っちゃったんですけど、それに追い打ちをかけるようにですね、8日のうちにはね、そのおめかけさん、まあ愛人、まあまあ昔はそういうのはね、まあお金持ちの人とか、そういう位の高い人たちは、まあね、そういう愛人とかをいっぱいおられたそうなんです。そういう人たちをもう何ですかね、監禁してですね、で家臣も次々と切腹を命じられていったんですね。そして15日高野山にね、使者が到着してですね、秀吉に切腹の沙汰が下って、小将3名はじめとする者も殉死、秀次の首級は京都へ持ち帰られたと。で、太閤秀吉の怒りはそれだけでは収まらなかったんですね。大名預かりとなってた家老7名に切腹を命じてですね、そして、8月2日、三条河原で秀次の妻子全員の処刑が執り行われたと。しつらえられた刑場にはですね、塚が設けられて、その上に秀次の首級が据えられて、で、その首級の前で斬首の刑が始められたと。はじめは4人の男児、1人の女児、一番上の男児でもまだ5歳っていうね、子供やったらしいんですけれどもね、それでももう情け容赦ないですよ。刀が振り下ろされたんですね。で、愛人たちも次々と首をはねられてですね、
数時間をかけて一人ずつ処刑されては大きな穴に放り込まれて、全39名この時に命を落としたんですね。で、処刑が終わるとそこに塚を作って秀次の首級を収めた石筆年号と日付、さらに秀次悪逆の文字を刻み込んで三条大橋を渡る人々への見せしめとしたんですね。それでですね、悪逆塚っていう風な名前で呼ばれるようになったんですね。で、その後鴨川の氾濫とかでですね、塚そのものも荒廃して明確な所在が分からなくなってたんですね。で、どこ行ったかっていうのは分からなかったんですけど、16年後、慶長16年1611年にですね、高瀬川開削事業を始めていたですね、住之倉良医っていう人がですね、運河として、この高瀬川ね、開削する工事を行っている時にですね、偶然この石筆を発見するんですね。で、秀次公とそのご遺族に、以前から深く同情していたこの領医はですね、秀次とその妻子家臣らを供養する旨のそういうことをですね、幕府にお願い出てですね、塚があったとされる場所にですね、本堂を持つ寺院を建立させてくださいということで、秀次の戒名からこのお寺の名前を取って、それがこの瑞泉寺の始まりということですね。この瑞泉寺の境内には三条河原で処刑された39人の祭司、殉死した家臣ら10人、未成者合計49人の供養塔が建てられて、これですね、それからそれに守られるように秀次の供養塔があると。でね、この供養塔の中心部には今もなお首級を収めた石筆が安置されてるんですね。ここの真ん中のところですね。これがね、すでにね、秀次悪逆の文字はね、削り取られてない。これ見てください。削られてですね、中央。これはないんですね。発見した時にですね、この住之倉良医が、この瑞泉寺を建立する時に削り取ったんじゃないかというふうにされてます。これ、秀次がですね、謀反を起こしたっていうようなことで、こうやって死んでいってますけど、これ実は、諸説ありますけど、謀反を起こしたんじゃないんじゃないかと、実は違うんじゃないかっていうふうなことも言われてますね。っていうのは当時この謀反を起こしたっていうのはね、すごい罪の重いことなので、切腹っていうようなことはさせてもらえないと、自害はさせてもらえない、貼り付け獄門とかっていうね、もっと重い罪になってたっていうのが、当時の常識だったので、これを、切腹させてもらえてたっていうのは、ちょっと違ってたんじゃないかというようなことも言われてます。いや、でもこれ怖いですね。なんかね、現代では考えられないですよね。ね、もうこれちょっと疑わしきは罰せずっていう言葉がありますけど、この当時は疑わしきはもう一家全員斬殺というようなことで、いや、連帯責任もちょっと怖いですね。いや、今回どうでしたか。これで動画終わりますけど、皆さんの心には何が残ったでしょうか。ではさよなら。最後までご視聴ありがとうございました。